中国経済の減速が続いているようです。不動産とエネルギーでぐらつき、次は鉄鋼業に波及する可能性があります。中国経済が揺らいでいます。不動産価格崩壊の影響がまだ残っており、この問題は他の分野にも広がっています。次は鉄鋼業界の可能性があり、すでに鉄鋼需要の大幅な落ち込みが現れています。鉄鋼が過去最高値を記録した。 今年初めとは大違いです。鉄鋼業は今年第一四半期から第三四半期にかけて国内で最も好調な業績を上げた産業の一つでした。中国の主要な上場性交渉28社は166億ドル約1兆9千億円を超える純利益を上げました。これは前年同期比で174%の増加です。しかしその後急激な需要の落ち込みが続いています。 それを引き起こした二つの要因は、需要緩和と原材料のコストダウンです。鉄鋼産業は中国経済の成功と密接に結びついています。建設業が中国経済の健全性を示す重要な指標だからです。不動産企業が相次いで経営不振に陥って以来、鉄鋼業界もその影響を受けています。最もよく知られているのが、 最近、債務不履行に陥った不動産開発大手の広大集団です。しかし、影響をこむっているのは鉄工業だけではありません。セメントから掘削機械に至るまで、他の建設分野でも需要の落ち込みが見られます。家電セクターも影響を受け、冷蔵庫の生産台数が前年比でマイナスになっています。不動産市場の縮小もこうした傾向に拍車をかけています。 11月には中国の上位100都市で売れ残った住宅ストックが5年ぶりの高水準となりました。反転の兆しは見えず、不動産市場は来年も低迷が続くことが予想されます。NTD ジャパンがお伝えしました。